石垣フグは、フグ目ハリセンボン科に属する中型の海水魚である。他のハリセンボンの仲間と同様に体にトゲを持ち、威嚇時に体を膨らませることもできる。しかし、本種のトゲは短く不動性であるため、体が膨らんだ時でも立つことがない。分布域は、世界中に広がり、日本でも北海道以南の各地で見られる。旋回のサンゴ礁や岩礁を単独で泳ぎ、 硬い殻を持つ、甲殻類などの無脊椎動物を、くちばし状の葉を用いて捕食する。漁獲量は、少ないが無毒で美味であり、水揚げのある地域では食用にされる。石垣フグは、フグ木のハリセンボン科、石垣フグ属に分類される。本種は1758年に、スウェーデンの博物学者、カール・フォン・ギンネによって、インドから得られたタイプ標本をもとに初記載された。 この時の学名はジオドンレティクウラタスであり、ハリセンボン族に分類されていた。現在では本種はイシガキフグ族に移され、学名はチャイロメイクタースレティクウラタスとなっている。なお、従来のイシガキフグ族には分類学的な問題があることが分かっており、本種の禁煙種について、属レベルの分類は未決着の部分が多い。松浦は本種の実を 競技の石垣フグ族に分類するレイズの分類を採用している。標準和名である石垣フグの他に、日本における地方名として、伊賀フグ、茨フグ、コンペ、超鎮フグ、バラフグ、トアバサー、ハリフグなどがある。側面から見た石垣フグ本種は丸みを帯びた体型を示し、側面から見ると、おつかぶに向かって細くなる。他のフグの仲間と同様、 体を膨らませることができる。太表の棘は三根を備え強大だが、太表に突出する部分は短く、ハリセンボン属の種とは異なり、不動性で体を膨らませても立てることはできない。頭部の背面には四根、根を備える棘もある。小柄の背面にも一方にあるいは、複数の棘が存在する。頭部は丸みを帯びており、大きな目を持つ。口は大きく、くちばし状に融合した。 大きな芝が上下の顎に一枚ずつある。ヒレに、トゲ状はなく、腹気はない。背びれは16から18何畳、尻びれは16から18何畳、胸びれは19から22何畳、おひれは10難からなる。胸びれは大きくて丸く、おひれも丸い。背びれと尻びれは、体の最後方の相対する位置につく。制御は、標準体長五十センチメートルほどだが、 最大で75センチメートルに達した記録もある。生魚の体色は灰色から褐色である。頭部後方に黒色横帯があるほか、体背面、体側面及び角ヒレは小さな黒色点に覆われる。外洋の表層に出現する幼魚は単性色の体色を示す。本種は代表の棘が3根を備え不動性であることから、棘が2根を備え可動性である。 ハリセンボン族の種と識別できる。同じく三根を備え不動性の棘を持つ、ハリセンボン科の名体主垣フグ族の種とは、小柄背面に棘が見られる点、ヒレに黒色点を持つ点などで識別できる。本種の分布域は三大洋のすべてを含む、世界中の温帯域、熱帯域に広がっている。大西洋では、北は、ノースカロライナやポルトガル、南は、 南アフリカやブラジルまで分布する。インド太平洋では、北は日本から、南はニュージーランドまで、東太平洋では、北はカリフォールニア、南はチリまで分布域に含まれる。日本においては、北海道以南の日本海、太平洋沿岸のほか、琉球列島、小笠原諸島などで広く見られる。岩場を泳ぐ、 石垣フグ本種は水深140メートルまでの岩礁、産後礁域でよく見られるが、砂底のトロール量で捕獲されることもある。通常は水深25メートル以前の浅い海域で単独で行動する。軟体動物や極秘動物、甲殻類といった硬い殻を持つ無脊椎動物を主に捕食する。他のフグの仲間と同様、体を膨らませて、 外敵を威嚇する。卵や稚魚は浮遊性である。幼魚は氷層性で、しばしば海面に浮かんだ海藻の中にいるのが見られる。体長20センチメートルほどで、訂正に移行する。生魚は中高性で、夜には岩などに寄りかかって休息する。浜に打ち上げられた個体が見つかることも多い。低地模などで漁獲され、無毒で微味だが、漁獲量は少ない。 八丈島などでは、水揚げがあり、総菜として消費される。鍋物にも利用される。磯釣りの下道として釣れることもある。ありがとうございます。